電車でゴー。皆さんお待ちかね、アイロンもヨッシーです。今回も電車でゴープロフェッショナル仕様実況プレイやっていきたいと思います。今回運転するのはこちら、山手線内回り大崎始発運転していきたいと思います。ということで、ね、6時54分ってことは朝ですね。もう言うと、よし、ご注意ください。出発進行。では大崎発車。ATC 信号での指示速度を守ってください。了解です。ということで、ね、品川なんですけど、いきなり距離遠いですよ。この電車は山手線内回り品川東京上野方面行きです。次は品川です。さあ、ということでね、品川から東京までの区間なん、あ、し、じゃあ大崎から東京までの区間なんですけどね。で、まず品川は結構距離あるんで、今現在でも距離が長いんで。てか早っ、来るの早すぎだろ。おっとっと、 ETC75 で右が見えてるのは結構もう人気のあれですからね。通勤電車でもある。出ましたね、京浜東北線と、その右、その奥のあれが、はい、211系が、でも分かった通り東海道線です。てか、もう山手線来たし。で、合流して品川ですね。まもなく品川です。東海道線、横須賀線、京急線はお乗り換えです。品川停車。よし、出だし順調。まあ朝だからね、 こんな感じの天気、まあ晴れはこんな感じですね。やっぱIBAN線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。出発進行。品川発車で、品川なんですけど、まあ、その次の駅は今現在は高輪ゲートウェイなんですよね。で、右急カーブしてそのまま高輪ゲートウェイ到着なんですけど、で 今プレイしているこのプロフェッショナル仕様は品川の次は田町なんですよね。でめっちゃ来るな山手線。京浜東北線もやっぱ通るね。で真ん中の京浜東北線の左の線路なんですよ。ここから登っていきます。てか早っ、もう来たし。ATC75
で左に見えてきますね、あの線路、あれがさっき登った京浜特線があっちに行くんです。まもなく田町です。田町停車。さてと、ここでブレーキかけて、よし、おお、いや惜しいな、5センチか。オッケーオッケー、全駅定着ですね。これで半分か。2番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。出発進行。田町出発進行。次は浜松町。まあ浜松町といえばね、あれですからね、あの乗り換えがあります。よし、75を確認。浜松町です。東京モノレールはお乗り換えです。まあ分かりました通り東京モノレールですね。でここでブレーキ。浜松町停車。ごめんなさい、ブレーキかけましたが本当に間に合わなかったので。70で良かったか、速度は。 OK。 やっぱ70キロが正解でしたね。やっぱ75だと、ブレーキ7だと間に合わないので、70キロで良かったかなと思います。次、ここから後半戦。2番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。出発進行。浜松町発車。でここ下り坂なんですよね。また山手線も来てるし、よし、あ、あれ何系だ？あ、300系だな、おそらく300系だ。まもなく新橋です。地下鉄浅草線、銀座線、ゆりかもめはお乗り換えです。さあ到着ですね。新橋停車。そんな奥まで止まってんのか、山手線。オッケー、よし、全域定着ですね、今現在も。そういえば確か次だったな、次の駅が問題点だ。
有楽町。5番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。出発進行。新橋出発で言いましたが、なんで問題かっていうと、有楽町は見てダイヤの見てる通り全然時間余裕ないです。注意。もうあと1分しかありません。東海道線で山手線ほんと来るの早すぎ。まもなく有楽町。有楽町です。一回これで有楽町線はお乗り換えです。でかける。いやほんと全然余裕ないな。有楽町停車。今いいんじゃね。おっしょ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 し、よーし定着できた。あー全然余裕なかったな、ほんと。さあ最後。みんなの知ってる街、東京ですね。出発進行。では有楽町発車。もう左に急カーブですね。もう山手線すごい確率で出るな。東京は乗り換えが一番結構多いですからね。東京です。新幹線、中央線、京葉線、総武快速線、地下鉄、丸の内線はお乗り換えです。東京停車。めっちゃゆっくりだが、いけるか？ OK！ 完璧！完璧！停止位置も完璧ですね。よし！なんなくクリアできたな。いや、惜しかったな。あと6センチ。はい、文句なし100点。やりました。ではスタッフロールどうぞ。
あ、まさかの記録更新ですね。せーの、はい。てっちゃん感動です。オッケー。いや、記録更新はでかかった。よかった、クリアできてよかったと思います。はい、今日の動画はここまで。よければコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。終了しました。では、またな。